こんにちは。ウプ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて今回は裏に映っているシンクパッドに関連した動画にもなるのですが、実は今回の主題は企業さんからのソフトウェア紹介のご依頼なんですよね。お、ソフト紹介は久々ですね。しかもそのソフトってのが、そこそこ長く自作をしてた人なら、まず間違いなく聞いたことがあるか、もしくは使ったことがあるソフトだと思いますということで。どうせじらしてもタイトルとかでバレてるんでもうご紹介しちゃいますが、そのソフトってのが、イーダスさんのブーブーバックアップになります。あれ、このソフト名前聞いたことある。っていう人はかなり多いんじゃないでしょうか。それもそのはず、このソフトの無料版ブーブーバックアップフリーはいろんなガジェット系投稿者さんも取り上げるくらいに有名だった。HDD や SSD のクローン用ソフトだったんですよ。だったって言うと、今は違うんですか？実は、この無料版で昔はストレージクローンまでできたんですが、ある時からクローン機能は削除になっちゃったんですよね。有料版限定機能になりました。で、まあその後いろんな無料クローンソフトを試したんですが、結局使い勝手とか UI、手軽さはこのソフトが一番だったのになーって思ってたところに、今回イーザスさんから、有料版にはなっちゃうけど、このソフト本当に便利になってるから試してほしい。っていうことで、お試しでライセンスをいただくことができましたので、今回は有料化はしてしまいましたが、クローンがどのくらい簡単にできるのか。また、金額から見てどうなのかを率直に動画にしていこうと思います。なるほど。ちなみにおいくらくらいなんですか？プランは3つあるみたいで、1ヶ月、1年、永久とあるようですな。まあクローン作業なんて一般ユーザーならそう何度もやるものではないと思うので。私はメインマシンは保守のため年1回から2年に1回 C ドライブを新品に交換してるんで、年間でのコストが2000円くらいって感じじゃないかなと思います。めったに交換しない人なら、1ヶ月用の2390円で十分すぎる感じですね。そうですね。上位プランに関してはよっぽど仕事用 PC で頻繁なクローンやバックアップが必要な方向けだと思います。なので今回の動画では、あくまで1ヶ月用のお値段、2390円がこのソフトのお値段として考えていきます。で、お話は冒頭のシンクパッドに戻るわけでして、このマシン、この前の購入動画でセカンドストレージに 1TB を挿して 256GB と 1TB のデュアルストレージ化しましたよね。ですね。このサイズ、厚みの PC で、デュアルストレージって、めっちゃロマンありますよね。でも私まだ足りない。飽くなき探求心。ね、何が足りないんですか？一見十分すぎるくらいに見えますが。いやー多分これ使い切ることもないかもしれないんだけども、なんとなくメインの C ドライブが 256GB って少ない気がしちゃうんだよね。しかも、今って時期的にめっちゃ SSD が安い時期じゃないですか。もう、思い切って交換するなら今しかなくね。まあ、確かに時期は良さそう。ってことで現状ですが、使いたい仕事のソフト、作業用のソフトなどをすべて突っ込んだ現状で C ドライブはちょうど 50% くらい空いてる感じなんですが、今回はこれを 512GB に交換して心の余裕を取り戻そうと思います。ストレージって容量埋まってくるとパフォーマンスも落ちるし、やるしかねえ。で、その上でって話なんですが、このシンクパッド内部の SSD は2つサイズ違いで入ってます。C ドライブにしてるのが2242サイズなんですよね。あんまり見ないやつ。いやマジでそうなんすよ。2242の SSD ってマジで全然種類がなくて、その中でもほぼ唯一大手で入手性がいいのが、このトランセンド3のやつくらいなんすよね。しかもまあありえない価格ではないけど、512GB で6980円って2280だったらはるかに安いのがあるんすよ。まあ、確かにコスパは悪いですね。と言っても替えが効くものではないので、これに付け替えます。で、まずはクローンを作成する手順からやっていきますね。もちろんですがこれは2242だけでなく、2280、もしくは SATA の SSD でも同様手順でできますのでご安心ください。ってことで SSD が手元に届いたので始めていきます。まずは公式サイトよりダウンロードしてきたソフトをインストールします。まあこの辺は特別な手順も何もないのでサクッと飛ばします。で、その間にハード面での準備。まあ当然なんですがクローン先の新しい SSD を PC に接続する必要があるので、今回は2242、2230サイズに対応した M.2 ケースを購入しました。で、これ Amazon で2,3000円くらいだったんですが、思ったよりもかなり品質が良かったんですよね。あ、かなり作りいいですね。これアルミ筐体でめちゃくちゃずっしりしてるわ。
お値段の割にこれ相当作りいいですね。全部アルミの削り出しっぽい感じの筐体になってます。わ、すげえ、マグネットになってるし。これかなり質感もエクテ気に入ったんで、2280サイズ販売してくれないかな。調べた限りだと2242以下のサイズのしか売ってないみたいなんですよね。逆にニッチな方で売ってるのすごいですね。ではこのケースに今回購入した M.2 を入れまして、直接 USB にさせるタイプなんでそこも楽でいいですね。で、引き続きソフト面でのクローンの準備なのですが、これ特に Windows 11を使ってる人に多いのではないかと思うんですが、 Windows のデフォルトのストレージ暗号化機能ビットロッカーってのをクローン前に無効にしておく必要があります。これ無効にしておかないとクローン時とかにエラーになる事例が結構発生してるみたい。クローン前に無効にして、不安な人はクローン後に再度有効にすると良いでしょう。無効にする方法ですが、検索窓にビットロッカーで入れるとデバイスの暗号化設定ってのが出てくるので、これを押します。するとデバイスの暗号化ってのが有効になってると思うんで、これを切ります。簡単に言うと PC 自体を盗まれた時にストレージ内部を覗かれなくする機能みたいですね。なるほど。まあ、クローン前に一瞬だけオフにして、クローン後にはまたオンにするって感じで良さそうですね。ですね。私の場合5分ほどで暗号化解除が完了しました。ではここからはいよいよクローンです。まずは USB 経由で差し込んだ M.2 がきちんと動作しているか見るためにも、ディスクの管理を開いてみるとしましょう。よしよし、ディスク2としてちゃんと認識されてますね。では動作の確認までできたので、ここからはプーブーバックアップでクローンをします。今回行いたいのはシステムが入っている C ドライブのクローンです。右上のツールからシステムクローンを選択しましょう。これって例えば OS が入ってない普通のストレージをクローンしたい場合は上のクローンで良いんですかね。それで大丈夫なはずです。もともとはバックアップなどを作成するソフトなので、通常のバックアップ作成は左下にあるバックアップを作成でもできますよ。ではシステムをクローンしていきましょう。ソースディスクは自動的に C ドライブのものが選択されるので、ターゲットディスクとして今回はさっき追加したハードディスク2を選択します。またここで SSD にクローンをする場合は、高度なオプションから SSD に最適化にチェックを入れておくと良いでしょう。またこれはあまり使う人は多くないかもしれませんが、セクタバイセクタクローンにすれば全てのセクタをクローンすることもできますが、不要セクタもクローンされます。メリットってあるんですか？不要セクタなども含めてクローンされるんで、ソースと完全に同じ状態のストレージを作り出したい場合はこれをするみたい。私はやったことないです。では今回は SSD に最適化のみチェックをして次へ進みます。その際に自動でパーティションとかも変更がかかります。そしたら次にディスクの割り当ての話になるんですが、デフォではパーティションが3つに分かれており、真ん中にシステムのユーザーが使える領域が来ているのですが、ディスクの自動調整にすると、ユーザーが利用できる領域がいっぱいに広がり、右端のと左の領域が削除されてるんですよね。この領域が自動で最適化されてるんだろうけど、消えて良いものかは不明。私はそれもあって毎回クローン元のストレージはバックアップ用に保管してます。でも、この右側の領域を消さないと、ストレージの使える範囲が広がらないですよね。そうそう。それもあって前回のミニツールさんのソフトを使った動画のコメントでは領域を広げられなかったっていう症状の方が数名コメントをくださってました。こっちのプーブーバックアップはその辺まで含め全て自動ってのが最大のメリットですね。SSD への最適化にチェックをつけるくらいで数クリックで終わります。ではあとは実行を押すだけ。実行を押したらしばらく放置ですな。私は 100GB 分くらいのデータのコピーで20分以内で終わりました。クローン完了後までカットしました。そしたら完了を押して、PC をシャットダウンし、M.2 を交換していきます。まあ本機種の分解に関しては以前の ThinkPad の動画を見ていただけるとわかるのですが、非常に簡単で試しやすいので持ってる方はぜひお試しあれ。というわけでサクッと内部を分解しまして、内部の2242サイズの M.2 を交換していきます。ちなみに内部にもともと入っていた M.2 は、ユニオンメモリーさんというところの製品でした。初めて聞いた。ググったら深圳に本社を構えるフラッシュメモリ系の会社さんみたいですね。公式サイトもかなりしっかりしてたんで大手ではありそう。では抜いたところにクローンを行ったストレージを挿して作業完了。ちなみに、ここスペース余ってるように見えるけど2280じゃダメだったんかな。確かに。このスペースなら普通に入りそうですね。
まあ部品調達とか基板設計で色々あると思うんですが、2242はどうも入手性とコスパが悪くて遺憾ですな。あとはもう裏蓋を戻して作業完了です。映像ではカットしてますが M.2 のネジもちゃんと締めましたのでご安心を。では最後に起動を試してみます。あ、そうそうその前にこれは私のおすすめですが。もともとシンクパッドに入ってたこれは、このケースに入れて、バックアップ用として保存しておこうと思います。万が一こっちの C ドライブが壊れた時にこっちがあれば起動できるんで、まあ復元ポイントみたいな感じですね。確か投稿者さんメイン PC でも同じことしてましたよね。ですね。この元々のストレージがいざっていう時の回復ポイントになるので、まあ使わないのもったいないけど私は毎回保存してます。今回は使ったケースに入れて保管しておきました。では起動も試していきます。うん、特に問題なく起動できますね。やっぱ昔無料版も使ってましたが、イーザスさんのソフトはマジで手軽なのが魅力ですね。で、ファイルブラウザを開いてみたところ、無事容量も拡張されてました。C ドライブにかなり余裕が出ましたね。ストレージの余裕は心の余裕です。これで、14インチで、Ryzen 7に、24GB メモリ、502GB と 1TB のデュアルストレージとかいう、より変態的な PC になりましたね。ゲーミングノートなんですって言っても普通に信じてくれそうなスペックですよね。まあグラフィックはベガですが、今のところノートの使い方だと何も困りません。ということで、増設は無事成功ですな。あとはストレージの温度は大丈夫かなということで試しにディスクマークを回したんですが、温度自体は高い時で43度くらいなんでいいんですが、リードは 2000MB 毎秒くらいと割と早いのに、ライトがなんか遅いんだよね。これはもうこのトランセンドさんの SSD の問題としか言えないんだけどさ。まあこれだけ出てれば、日常で困ることはないと思いますが、いかんせん、2242で速くて、メーカーも信頼できるのを探すのが大変そう。まあどうせ私はこんな速度使わないと思うので、当面はこれでガンガン使っていきたいと思っておりますということで、最後にソフトの感想。今回実際に自作ユーザーが最も使うであろうクローン機能を試したわけですが、やっぱり UI とか操作性、わかりやすさだとイーザスさんが未だにダントツですね。過去にバックアップがしたくてミニツール3含め2つほどフリーソフトを試しましたが、結局数クリックでできてトラブルがほぼないのはイーザスさんなんですよ。まあ一自作ユーザーの要望としてはまた無料にしてくんないかなと思うところはありますが、あくまで私の価値観でお話しすると。この使い勝手ならバックアップしたい時に2390円の1ヶ月プランなら良いかなって思います。1年で契約しても年に何度もバックアップするもんじゃないし。普通の自作ユーザーなら、気をつけてる人でも C ドライブの交換は3、5年に1回とかだと思うんですよね。まあ、全く交換しないで使う人も多いでしょうからね。なので3から5年のタイミングで1回2390円で使うみたいな感じで考えると、個人的には一番コスパが良いんじゃないかなぁなんて思いましたということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。